中へ入って用があるんだったら言っておくれ。聞くだけは聞こう。だが長ったらしいことは私は嫌いだ。断っておくよ。ごめん、こうもりますでござんす。さあ、なんとか言わないのかい。用があって来たんだろ。へえ、申しますでござんす。なんだよ。おかみさん、当たって砕ける気持ちで失礼なことをお尋ね申しとござんす。おかみさんはもしや足ぐれの年頃の男の子を持った覚えはござんせんか。ぶしつけとは重々承知で、それがたまれてのでござんす。おかみさんは覚えがあるんだ。顔に出たその驚きが、ところは豪州坂田の郡鮫ヶ井から南へ一里すりはり峠の山の宿場で万場というところがござんす。そこのあっしゃ万場塾なら知ってますとも。あ、それがどうしたというのだね。え、沖永屋忠兵衛という六代続いた旅籠屋をご存知でござんすか。ああ、知ってる段階。私が若い時に片付いたことがある。岡田、なんだいこの人は。変な真似を押し出ないよ。ごめんなさい、ぶしつけでござした。お前さんは一体誰なんだね。忠太郎でござんす。何を言うんだ、忠太郎だって。私には生き別れをした忠太郎という子はあったが、今ではもう亡くなった。え、ねえねえのでござんすかい。一つの時に縁が切れて24年、もうちっとで満30年だ。あ、その間音信不通で互いに生き死にさえ知らずにいた中だから、そんな子はねえという気になっているのでござんすかい。縁は切れても血はつながる。切って切らねえ親子の間は目には見えねえ結びついて、互いの一生離れやしねえ。あっしゃ豪州万場塾の沖永屋のせがれ忠太郎でござんす。おっかさん、お待ち、お待ち。お前さん、大層よく万場のことを知っているが、いくら私にそんな話をしたってダメだよ。え、なるほど。私は美濃の加納のおじの世話で万場の沖永屋へ嫁に行き、忠太郎という子を産んだよ。その忠太郎があちらでよくお聞きと言うんだよ。その子が5つになった時、私は沖永屋を出てしまったんだよ。親じゃあっしが12の時患って死にましたから、直に聞いたわけじゃねえが、おっ母さんが家を出なさる時、親父の身持ちが良くなかった。罪は親父にあったのだと大きくなってから聞いておりやす。かわいい子があるんだもの。さり状を取りたくなかったのが本心だったが、行きがかりが妙にこじれ、とうとう私は縁が切れた。その後続いて長い間江戸の空の下から甲州はあっちの方かと、朝二晩に見えもしない雲の下の万場の方を見て泣き暮らしたっけ。五つといえば散ったものも分かろうに、生みの親の面影を思い出そうと気ばかり流行るが、顔にとっと覚えがねえ。なんてバカな生まれつきだと。自分は悔やんで長い間雲をつかむように手がかりなしで探してるうちに、おっかさん、あっしも30を越してしまってござる。おだまり。お前は私のおみのことは違ってるよ。何をいい加減なことを言ってるんだよ。え、
違ってる。あっしは忠太郎じゃねえってんでござんすかい。俺は忠太郎かもしれないよ。生まれたところも欧州のバンバジクが知らない。じゃあやっぱりあっしはそばへ来るんじゃないよ。苦しいやつだ。あたしのこの忠太郎は5つの時流行り病で死んでしまったと聞いてる。死んだ子の年を数える親心で、生きていたらあの子も今年は32、いや1だったと思う。言うんでも夜中に目が覚めて思い出してたぐらいだ。お前がいくらなんと言っても生みの親のあたしが見てそうじゃないと思うんだもん。お帰り、さっさと帰った方がダメなんだよ。9つの時に死にはぐった歌、まさにあっしも覚えてやす。死んだというのは間違いで、忠太郎はこの通り生きてやす。そんな手で入り込みはしない方がいい。入り込み？あ、そうか、あっしを銭もらいだと思うのでござんすかい。それでなくってなんだい。違う。銭金づくで名乗ってきたんじゃござんせん。しがねえ姿はしていても忠太郎は不自由はしてねえのでござんす。顔も知らねえ母親に縁があって巡り合って豊かに暮らしていればいいが、もしひょっと貧乏に苦しんででもいるのだったら、手土産代わりと心がけて何があっても手をつけず、この百両は長えこと抱いてぬくめてきたんでござんす。見れば立派な大所帯、使ってる人の数もおびただし、料理茶屋の女主人におっかさはなっていなさるのかと、さっきからあっしゃ安心していたが、金が溜まっているだけに何かにつけて用心深く、現在の子を捕まえても疑ってみる気になりてえのかい。おっかさん、そりゃ恨みだ。あっしゃ恨みやすよ。恨むのはそっちの勝手だ。娘を頼りに楽しみに毎日毎日面白く暮らしてるところへひょっくりとんでもない男が出てきて、死んだはずの忠太郎が生きています、私ですと、お前うちの中へ波風を立てに来たんだよ。そりゃひでえや、おっかさん。またおっかさんなんて言うのかい。おっかさんにちげえねえのでござんす。お前の心はわかっているよ。忠太郎と名乗って出て、お登勢を譲る水熊の寝台に目をつけて半分もらう魂胆なんだ。え？世間の表も裏も散々見てきた私に、そのくらいのことがわからないでどうするものかい。おかみさん、もう一度改めて念を押しますでござんす。豪州万馬軸の忠太郎というものに覚えはねんでござんす。おかみさんの生みの子の忠太郎はあっしじゃねえとおっしゃるんでござんすね。そうだよ。あたしには男の子があったけれど、もう死んだと聞いてるし、この心の中でも長い間死んだと思ってきたのだから、今さらその子が生きて帰ってきても嬉しいとは思えないんだよ。別れて長え長え年月を別個に暮らしてると、こんなにまで双方の心に開きができるものなのか。親の心こしらずとはよく人が言うやつだが、俺にはそのことわざが逆さまで、これほど思うこの心が親の心には通じねえのだ。忠太郎さん。なんでござんす。もし私が
母親だと言ったら、お前さんどうしだ。それを聞いてどうするんでござんす。あっしには分かってる。おかみさんは今確かに幸せに暮らしてる。それが楽しいのだ。その穏やかさ楽しさに水も油もさしてもらいたくね。そうなんだ、分かってら。小三十年も前のことはとうに忘れた夢なんだよ。親といい子というものはこんな風でいいものかい。それほどよく得心しているのならたって親子と言わないで、早く帰っておくれでないか。近いものほど可愛くて遠く離れりゃ疎くなるのが人情なのかい。誰にしても女親は我が子を思わずにいるものかね。だがね、我が子にもよりけれど、九太郎さん、お前さんも親を訪ねるのなら、なんで片着の姿で来なかったのだい。おかみさん、そのお指図は辞退すら。親にはぐれた小賊がぐれた足から少し無理だい。片着になるは遅まきでござる。ヤクザ統制の古沼へ足をすねまで突っ込んで、あらたてもう事故ね、旅人癖がついてしまって、何の今更片着になれよ。よしば片着で辛抱したとして喜んでくれる人でもあろうことか。裸一貫たった一人じゃござんせんかい。ママよ、身の置きどころは六十余州のどこぞ行って決まりのねえ空の下を飛んでいく旅人に逆戻り、また旅わらじをすぐにも運ぼうかい。やろう、てめえたちに聞かせる話じゃねえ。うざるい、行かねえかい。長い間お邪魔でござんした。あ、それじゃあおかみさん、ごきげんよう。二度と中太郎は参りゃしやせん。うちを言うんじゃねえけど、女とは二世、親子は一世と誰が言い出したか身にしみろ。中太郎さん、お待ち。おかみさんには娘さんがあるらしいが、一目会いで。それも口かい。自分ばかりが勝手次第に赤こうかと夢を描いて、母親や妹を恋しがってもそっちとこっちは達成がべっこ。考えてみりゃ俺もばっかり。幼い時に別れた身の親はこうまぶたの上下ぴったり合わせ、思い出しは絵で描くように見えてきたものをわざわざ骨を折って消してしまった。おかみさん、ごめんなすって。ママっていうのかい。俺のおっかさんと同じ名前だ。おっかさん、おっかさんならいいがな。姿やくだな、バンバンの通りない男性、生きておいでか、お達者か。
昔恋しに母の顔、おかみさんは覚えがあるんだ。その顔はまともじゃねえ。わしは五州万場の宿の沖永屋のせがれ千代太郎でござる。おかさん、え、違うってんですかい。来てはいけない、水くま横丁、愚痴じゃなけれど、なんで来た親子なのれず、こと言えず、これも気よのまぶたを合わせ、じっと考えりゃ、あわね昔のおっかさんの姿が浮かんでくるんだ。それで会いたくなった、会いたくなった。おらまぶたをつむるんだ。よん。どこへともと中太郎、母はまあ